はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。いよいよ今週金曜日、もう朝には多分皆さん見られることになると思いますけれども、12月23日午前3時からですね、はい、ウィンターセールが始まります。やった。さあ、サマーセールと並んでね、皆さん大型セール、このウィンターセールには注目されているのではないでしょうか。各有自分もね、2週間ありますから、年末年始ね挟んで、まあ、何を買おうかと検討されている方も少なくないと思いますし、自分もその一人です。で、今スチームでね、去年の段階で、まあ、5万2千ぐらいのゲームがあると言われてたんですよ。もちろん、まあ、毎年1万以上のゲームが出てますから、もう7万ぐらいに多分膨れ上がってると思うんですよね。はい。で、この Steam にはこうハードウェア調査、ソフトウェア調査っていうページがあって、ここにランゲージと、その Steam を利用している言語の割合が表示されるところがあるんですね。まあ、それを見ると今、日本語を利用している人が 2% を超えてるんですね。仮に今3000万人を超え始めている、その同説の Steam なんですが、アクティブにそのスチームをプレイしている人3000万とすれば、まあ、単純に60万ちょっとの人が、日本人が、同説で、スチームを利用している計算になるんですね。まあ、64、5万人というところでしょうかね。もちろん英語を利用している日本人もいますし、まあ、多言語を利用している日本人もいますし、もしかしたら日本語を利用している海外の人もいるかもしれないので、一概に言えないとは思うんですけれども、でも間違いなく言えるのは、まあ、スチームデックも出荷を開始してだんだんこう PC ゲームが身近になってきて、今回のウィンターセール初めてスチームで迎えますよっていう人もいるでしょうし、今までコンシューマー畑、スイッチとかプレステとかやってきたけど、いや PC ゲームいっぱい日本語対応のゲーム出てるじゃんと、このスチームっていうところを見ると、はい、デュエルマスターとかもあったり、ソニックも出てるの、鉄拳もあるのと、はい、ロックマンエグゼも出るのとかね、はい、そういうところでもうトップページを見ただけでも話芸がどんどん溢れてますし、この売上トップを見てもね、はい、コールオブデューティーがあったりとか、ファイナルファンタジー7リメイクもあるんかい、三国志波動って、これスマホで出てるタイトルじゃないの、出てんの、スチームでと、びっくりされる方もおられると思うんですよ。まあ、それだけ以前に比べて PC ゲームがその日本に浸透してきてると思うんで、これからますます多分来年2023年以降盛り上がってくると思うんですよね。はい、思い起こせばね、自分もう来年で8年目に入るんです、このユーロチャンネル。その、丸7年前を振り返ってみると、もう全然その話芸が出てなかったんですよ。で、スチームの始め方とかも全然わからなくて、大手のサイトでちょっとスチームを始めてみようっていうのが載ってて、それでゲーミングパソコンたまたま持ってたので始めて今に至るんですけど、だからこそスチームというプラットフォームを広めて PC ゲームの良さをアピールしたいと思ってこのチャンネル始めたんですけれども、はい、まあ、そこからするとね、どん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 こう今 PC ゲームがメジャーになってきて、またプレステ5とかがね品薄になって、なかなか流通しないっていうのも相まって、PC ゲームに来る人が本当に増えていると思うんで、今回のウィンターセールでこの Steam を初めて利用しますよっていうか、初めてその冬を迎えますよっていう人もかなり多いと思うんですよね。そういう人のために、じゃあ今2日前の今どういう、心構えでというか、どういう準備をしてウィンターセールに臨んだらいいのかっていうことをちょっと話していこうかなと思います。前置きが長くなってすいません。では、少しずつ話していきたいと思います。データを読み込んでいます。はい、Steam 個別ページに来ました。例えば今ソニックフロンティアってめちゃくちゃ流行ってるじゃないですか。コンシューマー版もそうだと思います。で、Steam ページを閲覧して、もう本当楽しんでいただいたらいいと思うんです。
こう自分の好きなジャンルから調べて、まあ、調べ方はもう本当どうでもいいです。もうなんかクリックしてたらいつの間にか時間が過ぎて調べられるっていうことになると思うんで、まあ、言っておくとこのユーザータグとかが便利で、このアドベンチャーオープンワールド量子サントラとかあるじゃないですか、まあ、こういうところを開けてオープンワールド系のゲーム好きだったらオープンワールド系のゲームが集まってるページに行ったらいいと思いますし、トップページからだと最近こういうカテゴリー別に閲覧っていうことが、できるようになったので、まあ、こういうところから探してもいいですし、もう本当調べ方はどうでもいいんです。どうでもいいですって言ったらあれですけど、はい。で、個別ページに行きますよね。ちょっと個別ページの見方だけ、お伝えしたいと思いますけれども、このレビューで、圧倒的に好評って2つ並んでるじゃないですか。これは上が最近のレビュー。そしてすべてのこのソニックフロンティアがローンチした時からレビューを書いていいねしてくれている人の数での割合で決まってるんです。例えばソニックフロンティアであれば、まあ、1万件のレビューが集まって圧倒的に好評になるのはだいたいね9200件以上の人が、いいねしてくれてる場合ですね。そういう時に圧倒的に好評がつきます。はい、まあ、こと細かな何パーセントかっていう正確な情報は言いませんけれども、はい、もうほとんどの人がおすすめしていると言っても過言ではありません。そして日本人がその、レビューでおすすめしているかっていうのはこの全体を押していただいて、ここですね、はい、あなたの言語で全体で127件のレビューがあって非常に好評なんです。だから世界の人々は今圧倒的に好評という評価をつけてるんですが、その一つ下ですね、 Steam のレビューってたくさん集まればいくつかの段階を経て圧倒的に好評、非常に好評、やや好評、賛否両論、やや不評、非常に不評、圧倒的に不評と、まあ、そういう段階がレビューつけられるんですけども、はい、こと日本人だけあなたの言語っていうだけに絞ると今非常に好評なんですね。Steam ってコミュニティが非常に充実していて、ゲームに関してこう評価をしてくれる人が多いです。この人なんかすごいじゃないですか。はい、いまいちな点とかグレートな点とかっていうのをこうやって事細かに、はい、書いてくれてます。だからこう人によってはよくよくレビューを読んでその本当に事細かな評価を見て買いたいっていう人もいると思うんで、そういう意味では他のプラットフォームよりも Steam のレビューって本当うってつけだと思います。もちろんバットをつけてる人もいますからね。そのバットの評価も赤裸々に見ることができるのはこの Steam の良いとこだと思いますし、こうなんか感情的になってバットをつけているというよりも本当バットの人もすごくレビューを書いてるじゃないですか、まあ、こういうところがウィンターセールで購入する上での参考になると思います。忖度のないレビューっていうんですかね。はい、でこれ、全てのレビューと最近のレビュー分かれているので、例えば最近のレビューで評価を上げている場合もありますよね。例えば全てのレビューでは賛否両論であっても最近のレビューでは非常に好評というのがあるんですよ、ゲームの中では。それはどういうことかというと、賛否両論になった原因をデベロッパーの皆様が一生懸命分析してアップデートで良くなったケースですね。はい、なんか皆さんも経験ないでしょうか。こうローン知事はゲームそんな良くなかったんですけど、ちゃんとそのユーザーのフィードバックを得てそのゲームが良くなるパターンあるじゃないですか。まあそういうところは評価を上げるわけですから、これ結構2年ぐらい前に実装されたんですけど、最近のレビューの評価もつくようになったんですね。それによってよりこのゲームが今どういう評価を得ているのかっていうことが視覚的に分かるようになってるんです。なんで、Steam って本当にこういうふうに一つのこの評価値だけを分析してもよくできているページなので、個別ページは、
はい、他に、まあ、たくさんいろいろ言いたいことはあるんですけど、まあ、あまり言ってもダメなので、一つこの評価を参考にしてくださいということをこの大型セールの前に言いたかったんですけど、もしあの他のところも知りたいって言われるのであれば、まあ、自分初めてのスチームっていう70動画ぐらい撮っている初めての方向きの、スチームのコンテンツ、あの機能を利用する上で役立つコンテンツ持ってるんで、まあ、そちらをご覧いただければと思います。はい、カードのところ右上のところから行っていただいたらいいと思いますが、先を急ぎましょう。はい、そうして、評価を見てレビューを見てウィンターセールで買いたいゲームを見つけたならば、ここの、紹介画像の下のところにウィッシュリストに追加っていうのがあるんですね。ここを押しましょう。とりあえずはい、ウィッシュリストに追加っていうのを押しましょう。するとウィッシュリストにアイテムが追加されましたってあるじゃないですか。で、この流れをどんどん作ります。まあ、いろいろ、さっき言ったように、まあ、例えばじゃあ他に、アドベンチャーゲームどんなゲームがあるかなってユーザータグから調べますよね。はい、ファイナルファンタジー、15、まあ、16がね、あのコンシューマー版で出て、多分ゆくゆくはパソコン版も出ると思うんですけれども、はい、15が気になった。じゃあこれも、はい、レビューで非常に好評だと。で、またキュレーターがおすすめしてくれている。他のキュレーターはどうかな。あ、この方一人だけか。あ、でも、キュレーターがおすすめしてくれてるんだ。自分が信頼してるキュレーターだもんな。ってなって、はい、ウィッシュリストに入れました。こういうことをどんどん、ウィンターセール前に積み重ねていきます。で、ウィッシュリストっていうのは どういうものかというと、この右上にあります、このカスタマイズの右ですね、ここをクリックしていただくとウィッシュリスト、自分のウィッシュリストに来ます。はい、今まで入れたものがどんどん来るんですね。で、単純にここで優先順位を決めることができます。ここね、ちょっと見にくいですけど、これ数字変えられるようになってるんですよ。だから一番欲しいやつから、欲しいゲームから順番にこうって数字を打つことができるようになってるんですね。はい、なのでこう優先順位の1番目として自分が買いたいものって思ったやつは、こうウィンターセールで一番上に来るようにしておくと便利です。で、それだけじゃなくて、ウィッシュリストになぜ入れたらいいかっていうと、ウィッシュリストのこの、機能自体が非常に充実してるからなんですね。まず単純に名前で検索することもできますし、このオプションのところ開いていただくとですね、はい、セールされていた時、実際にウィンターセールが来た時に金額別に相当かけることができます。1000円以下、今セールされていて1000円以下になっているゲームだけをチョイスすることもできますし、このウィッシュリストの中にですね、で、50% 以上とか 75% 以上の割引とか、まあ、こういうところも調べることができるようになります。で、単純にウィンターセールが始まったらセール作品だけを見てみようと、まあ、言ってもね、まだ大型セールでほとんどのゲームセールされるんですけど、セール作品じゃないゲームもあるので、それを除外することもできますね。で、VR か VR 対応なのかっていうことを先週の週刊Steam通信で言いましたけれども、そういうのも、チェックすることができます。だから VR のみを除外するっていうのは何でかっていうと、VR を持っていないからですよね。はい。で、今ね、デックの互換性ということで、Steam デック持っておられる方がおられると思うんですよ。まあそういう人に動作確認が済んでますよっていうところも、こう、プレイ可能ですよとか、こういうところもチェックを入れることができるようになったんですね。つまり、ウィッシュリストに入れさえすれば、自分が興味を持ったものをパッと見ることができ、かつ、大型セールの時に相当かけることができるので、それだけでも便利だと思いませんか？このウィッシュリストに入れてなかったらね、結局6万ぐらいのゲームの中から必死こいて、ウィンターセールが来てから慌ててね、いろんなゲーム調べるんですけど、何せ、6万以上もゲームあるわけですから、なかなかこう、意中のゲームって探しづらいじゃないですか。だから、こう、ウィンターセール前に、今、こう、事前にこう、ウィッシュリストに入れておいてね、まあ、100ぐらいに絞って、まあ、それでも100って多いですけど、絶対100ぐらいになるんですよ。気になったものを全部ウィッシュリストに入れたら。だからその中からまたさらにこのオプションで相当をかけて、ほんと絞り込んだら、まあ大体5ぐらいのゲームを購入することにはなると思うんですけど、まあそういう手順でやっていただきたいなと思います。ピンポンパンポーン。
はい、以上いかがだったでしょうか。今回は、初心者の方、今新しい人がどんどん増えているということを考えて、まあ、新規の方向けに Steam をどのように、利用すればいいのか、このウィンターセールの2日前に何をすればいいのかってことを話していきましたが、もちろんね、外部サイトを利用したりとか、いつも週刊 Steam 通信を見てくださっている人だったら、ファナティカルとか、Steam データベースとか、まあ、拡張機能としてオーガメンティッド Steam とかね、まあ、いろいろ入れて当たり前のように、自分もこうそれで調べて、さらにより精度の上がったおすすめゲームを紹介してると思うんですけど、でもまあ初めての方とかパソコン慣れしていない方って、それってすごくハードルが高いことだと思うんで、もうそれは自分がこの Steam ページを見ることに慣れてきてからの次の段階だと思うので、まあ、今言った、まずこう楽しむことですね、表紙のこのトップページを見て、個別ページを見て、まずどういうゲームがあるのか楽しむこと、そしてウィッシュリストに入れること、そしてこのウィッシュリストから、相当かけて実際ウィンターセールが来た時に購入の、助けにすること、まあ、これを覚えているだけでも全然 Steam を利用しているということになりますし、大きく外す、ああ買って損したなっていうところは、ないと思います。で、最後に覚えておきたいのは、返金対応ももちろんできます。購入後2週間ですね。で、プレイ時間が2時間未満であれば、返金対応ができます。それだけ覚えておいてください。だから、それでもこう、なんか変なゲーム買ったなと思ったら、購入後2週間、プレイ時間が2時間未満であったら、返金することができるので、ウィンターセールって2週間あるんでね、ちょうど。だから最初の方に買ってゲームしたものの、1時間ぐらいプレイしたものの、ああなんかちょっと違うなと思ったら返金対応ができるので、それも恐れずに、やるといいのではないかなと思います。返金についてもその、さっき紹介した初めての Steam の3か4ぐらい、シャープ3かシャープ4ぐらいで説明しているので、興味のある方はまた覗いてみてください。実際に返金対応の仕方をレクチャーしているので、そちらもご覧になってみてください。では、安心してウィンターセール、臨んでいきたいと思いますし、またね、今回金曜日、深夜にね、自分仕事休みをもらったので、ファーストインプレッション動画早朝に久しぶりに上げられると思うので、またそちらも期待していてください。ユーロでした。バイバイ。ウィンターセール楽しみましょうね。Wherever I see, I'll remember you. If you remember.